信頼を築き上げたドーベルに恥ずかしめを受けさせてやる、に対するみんなの反応集。俺は闇のトレーナー、信頼を盾にしてドーベルの髪を撫でてやるのさ。く、卑劣な。なんと言わんこく、ドーベルもうつむいて黙ってしまった。サラサラで気持ちよさそうだよね。俺は闇のトレーナー、馬娘の大事な耳もこの手に収めてやる。かっこピコ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 。くっくっく、ライアンも顔真っ赤にしておるわ。髪を撫でられ続けるドーベルが、女の髪に触れる意味わかってるの。ってつぶやいたのも当然聞き逃さない。ふははこわかろう。ふふ、髪だけだと思うなよ。尻尾もすいてやるからな。なんという手触りの良さにツヤだろう。日々時間をかけて手入れしているのは明らかだ。それを異様に撫で回してやるのよ。でもセットが崩れるのはかわいそうだから撫ですぎないようにしないと。信頼、もうここで闇が抜け落ちてるのよ。俺は闇のトレーナー、信頼を得るまでは猫をかぶることができる。そして油断したところに仕掛けるのだ。そして3年が経ち目白となった俺は。くくく、うわ、めっちゃサラサラ。くくく、いい匂い。くくく、ドーベル好き。ドボさん今回はそういう本なんです。オリジナル一般紙。トレかける馬が耳で、耳なで、尻尾なでボン。俺は闇のトレーナー、トレーニングで疲れ切ったところを、リラックス効果のあるハーブティーを振る舞い水分を取らせる。この後トイレに行きたくなるに違いない。自然な流れで頬も撫でてやろう。柔らかくすべすべじゃないか。美しさに加えて触り心地まで完璧とはな。あまりの褒め殺し具合にドーベルは体に顔を埋めて表情見られないようにしちゃった。く、無様だな。着いた後の髪のセットも当然忘れない。ただ10代の貴重な時間を10分ぐらいもらうことになるがな。目白家お墨付きのこの高級ヘアブラシでセットどころか頭皮マッサージまでしてやるんだ。ふふ、向こうでトレーナーからマッサージを受けているライアンに見られながら髪を溶かされる気分はどうだ？ライアン、あれは何かのプレイなんですの？今いいところだからマックイーンはおしるこでも飲んでて。ライアンもプレイ中でしたのね。バカな、この手の話でマックイーンが常識人サイドにいるだと。マックちゃんはクソ映画ハンターでもうこ魂持っててスイーツ大好きの一心同体以外は常識人だから。言うほど常識。闇のトレーナーらしく耳元でささやきも忘れない。ドーベル、お前がナンバーワンだ。くくく、目白家の重鎮たちの前でも同じように撫でて恥ずかしめてやるからな。待て闇の俺、それはちょっと段階を踏みすぎではないか？案ずるな闇の俺、ドーベルはそれを望んでいる。俺は闇の俺、同僚たちの担当とのスキンシップから考慮するにこの程度なら一般的な範囲と判断する。俺は闇のトレーナー、会うたびに可愛い、綺麗だ、と言ってやる。どうだ、セクハラを受けるのは辛かろう。カッコボディタッチ等のセクハラは一切しない。思春期の馬娘相手についつい本気を出してしまった。これで目白ドーベルも終わりだな。オリジナル一般紙、トレかける馬言葉セメボン。私は闇の目白馬娘、原稿上がったら二人っきりだね。ってやろうとしたけど疲れすぎて無理。つまりまだ原稿は上がってないのだ。くくく、そんなドーベルも可愛い。僕は光のトレーナー、頭の中の闇のトレーナーたちの意見がまとまらなくて何をすればいいのかわからない。とりあえずドーベルの漫画のアシスタントでもするか。早く結婚した方がいいんじゃありませんの。スキンシップは手のひらでする。右手で、時には左手で、ドーベルの首筋、腰から尻にかけたあたりを優しくさする。このタッチングの狙いは、馬娘の気を落ち着けること、その一点にしかない。必要とあらば僕はそれを何度も繰り返す。ドーベルの心に大きな落ち着きが現れるまで、やめない。よくよく読んだら改編で馬娘の尻さすってて草、ただのセクハラかそういうプレイじゃねえか。ドーベルがなでなでされるのを見て自分もされたいというのがブライトアルダン。すでに撫でられてるのがマックイーン。言い出せないのがパーマーライアン。ライアンはノリさんに優しく撫でられて恍惚としてる側だぞ。ライアンを撫でるって文言を見るとねっとりした手つきでリアルライアンを撫でるノリさんが浮かんでくる。思いついたネタが核だとしたら、その核に至るまでの部分もきっちり書きたくて時間が足りないのよ。闇のトレーナーになんて絶対負けない。今やってるんだからいいでしょ。耳動かしてないで手を動かすのだ。ネジレンジャーになる前の話か。目白のプレイは極めてテクニカルで理解が追いつかん。相変わらずネタはすぐ思いつくのに、なぜそれを書くのに締め切りを超えてしまうのか。これにはチーフトレーナーもにっこり。闇のトレーナーであることと担当に優しいことは両立できる。尻尾なでボンは法律に引っかからないから全年齢名乗れる M0 では。くく、知らぬうちにリラックス効果のあるアロマが焚かれているとも知らずにトロンとした顔を晒し折ってからに。もうすぐ落ちるぞ。くく、
これがダークネスってやつですか。ベルトレメスになって実質にドーベルを呼びたい。夏の新刊ドベルダークネス括弧学園もの R18。 俺は闇のトレーナードボメ二郎先生が没にしたネームをドーベルの耳元で朗読する。ドーベルがやめてと懇願しても手を緩めない。特に男性キャラのセリフは感情を込めて読み上げる。それ食われるのベルトレメスじゃね。それもまた一興、むしろ本望かもしれない。ドーベルって馬娘の中でも最上位に良い匂いしそう。消えろ闇のトレイ。ペペペペ、私は闇の暗黒習慣、娘に借りた3000円で一発当てて、その金で合流してやりますよ。その後はドーベルさんにもお誘いデートで一発です。ドーベルは可愛いですね。闇のとは一体、うごごご。近年の闇属性は、悪属性との差別化に力を入れてるのだ。俺は光のトレーナー。脱稿直後のドーベルをねぎらう、ついでに原稿内で見つけた誤字脱字や塗り忘れと思われる部分を指摘する。よほど疲れていたのだろう。白目を向いて眠ってしまった。そういうプレイなん。ドーベルが可愛いまとめは久しぶりだな。ブライトにやったら低速空間に絡め取られて延々と撫でるだけのマシンにされそう。頭小手側かと思ったらそうでもなかった。ツルミクとかみたいにならなくてよかった。目白なのに癖のない正統派美少女すぎる。こいつらイチャラブするんだ。なんだ、ただの俺か。ベルちゃんの黒髪ツヤツヤすぎて1日1時間は撫でてたい。ひどいプレイ。待てみんな、何気に闇の俺が2人いるのだが、なんなんだこれは。もう1人の俺的なやつなのか。目白は奥が深いなぁ。スペペペペ、私は闇のスペシャルイーク原作版。俺は闇のシリウストレーナー。さっきからマックイーンがお汁粉おかわりし続けてるから、そろそろ止めなきゃまずいんだけど、あんまりにも幸せそうに食べてるもんだからずっと見てる。ドーベルはトレかける馬ぜー、デジタルは馬かける馬ぜー。解釈が一致することはないんだ。コテ側プレイが最も似合う女。すげえ、メジロ執行令状に自分からサインしてやがる。メジロドーベルのメジロとは別個で誕生日にパーティーを開いてやる。なお、招待するのはスペシャルウィーク、エルコンドルパサー、マンハッタンカフェ、ゼンノロブロイ、アグネスタキオン。卒業後はメジロして永住決定ですね。闇のメジロとレモプレイナーも変わらへんやないか。だって同一人物。闇だの格好をつけているようだが、やっていることは単なるセクハラだから格好あら。お嬢様は安いですわよ、なんてしないから常識人枠なんだよ。適度にセクハラしつつ甘やかしたい。そしてやったプレイを夜寝る前とかに思い出して顔歪めてそう。ドベトレも結構重量級打線なんだけど、アルトレほど話題にならないのはなぜだろう。永遠とかの決め台詞がないからじゃね。ボニテドーベルとかいうシンプルに美少女すぎてこれといったコメントが出てこないタイプのやつ。可愛いということしかわからん。スケベだから禁止されているだけだぞ。公式ヘッドホンどうやって使うんだろ。やっぱ髪型変更したい。したくない。 AI に美少女描いてって言ったらドーベルみたいな子描いてきそう。 M だという風潮、非常に良いと思います。ドベトレが S っぽさあるのが悪い。高速プレイが好きそうなイメージある。これの何がいいかって、馬娘で力も人よりあるのに、トレーナーの男の人の手片手だけで両手押さえつけられてるのがいいよね。メロメロだから勝とうとも思わないんだよね。馬娘が M という風潮の時点でいいに決まってるんだよな。それはそれとして、特にドーベルの風潮は最高。解こうと思ったら余裕で解ける。高速って好きで縛られてますって感じでいいよね。メジロは全体的に誘い受け軍団だけど、ライアン血統は特にその傾向が強い。